はお疲れ様でした。ありがとうございました。お肌触ってみていかがですか？昨日までもうすごく乾燥してガッサガサだったんですけど、はい、もうしっとりもちもちです。良かったです。1回だけでも変わりますよね。全然違います。すごくお肌も明るくなりました。ありがとうございます。オンモ様はやっぱり一番気になるのが乾燥ということでお話しされていたので、特にこれからの季節はさらに乾燥してくるので、こちらの新しいモイスチャーシリーズで高保湿のものでお肌を潤わせていきました。今日使ったやつですね。そうです。こちらの洗顔とお化粧水とあと乳液使わせていただいてます。結構保湿タイプのシリーズっていうのがいろんなところでも多く置いてはいるんですけれども、いくら保湿をしてもそこから蒸発してしまうとやっぱりトラブルの原因になってしまうんですね。なるほど。入れるだけじゃダメ。そうなんです。しっかり肌の中に閉じ込めるっていうことがこれから特に乾燥する季節は大切になりますので、ただ入れるだけではなくしっかり肌の中に貯水をしてくれるシリーズになっていますので、例えば寝ている時とか、あとは暖房が効いている部屋とかに何時間かいてもしっとりした感じをキープできるようなケアを今回させていただきました。すごい。でやっぱり肌の中がしっかり潤うと栄養成分であったりとか効果も出やすくなってきますので、最後に一番効果が高い特許が取れた美白のクリーム、こちらでしっかりと美白のケアをすることでもう一年中お肌を明るくでもちもちの状態に整えることができますので。なるほど。そうなんですよ。これはもうずっと使ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。これの前にこれを使ってこれも使ってでからクリームでしっかりと閉じ込めてケアをしていくっていうことが一番のケアになりますので。かしこまりました。じゃあ、はい、今日から早速、はい、ぜひ使ってみてください。みんなも使ってみてください。使ってみてください。ありがとうございました。